こんにちは、エグです。今日は任天堂スイッチのスプラトゥーン2をやっていきたいと思います。今日はギアパワーの話を一つしたいと思います。今日紹介したいギアパワーはこちら、スーパージャンプ時間短縮。これはスーパージャンプの時間が短くなるギアパワーなんですけれども、これをですね、たくさん積んでおくととてもいいことがありますので、それを今日は紹介したいと思います。スーパージャンプのギアパワーをたくさん積んでおくと、こういったスーパージャンプをする時の速さ、これがとても速くなります。コントローラーの X ボタンを押すことによってマップが出ますので、ここで飛びたいところにポイントを合わせるか、十字キーを使って飛ぶことができます。この時のスーパージャンプの速さが、スーパー時間短縮を持っておくことで短縮させることができます。こちら今僕が可能な限りスーパー時間短縮を積んだ状態なんですけれども、これぐらいのスピードになります。そしてこちらがスーパー時間短縮のギアパワーを一切持っていない時の速さです。こんな感じ、結構遅いですよね。もう一回やってみたいと思います。はい、こんな感じです。先ほどのスーパー時間短縮を積んだ状態と見比べると、このように変わります。今日はこのスーパージャンプ時間短縮のギアパワーを使った立ち回りを縄張りバトルで紹介したいと思います。それでは縄張りバトルをやっていきたいと思います。ステージはバッテラストリートです。今回持ってきたのはデュアルスイーパーという武器になりまして、射程が、長い武器になります。この射程の長い武器をスーパージャンプ時間短縮、このギアパワーを使ってどういう風な立ち回りをしていくのがいいかっていうのを今回少しだけ紹介したいと思います。基本的に射程の長い武器はあんまり前に出ていくとすぐにね、敵にやられてしまいますので、敵にやられないようにね。そしてこの状態、このデュアルスイーパーはスペシャルがマルチミサイルのスペシャルになっているので、リスポーン地点に戻ってできるだけね、敵を4人射程に、範囲に収めた方がいいですね。そのためにもね、このスーパー時間短縮、スーパージャンプ時間短縮を使ってできるだけリスポーン地点に戻って、あぶね、戦う、バーやられた。結構ね、ローラーが近くにいるとデュアルスイーパーとかもう何もできなくなってしまうことが多いので、ちゃんとね、距離を持って、ああいう感じでね、2、3発当てれば、あとは味方が何とかしてくれるみたいな立ち回りでいいんじゃないでしょうか。で、今ね、溜まってこう一回戻って、このね、4人敵を入れると、そうするとマルチミサイルも最大の効果を発揮しますので、よいしょ、なんとかなんとか。で、このデュアルスイーパー結構ね、メインインクがね、すぐなくなっちゃうことがあるので、そこを気をつけないと、いざとなるとインク切れになっちゃいますね。あー、危ない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 、逃げる。ああいう感じでね、逃げるときもスーパー時間短縮はかなり使います。今のはちょっと時間がもうないんで、すぐ撃っちゃいましたけど、この辺りにいる。はい、うわっ、あー、後ろにいる。もうダメだ、逃げろ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 。
あ、やられた。まあ、こういう日もありますね。はい、 28.2% でこちらのチームが負けてしまいました。まあでもこんな感じでね、デュアルスイーパー、違った、ジェットスイーパーをね使って戦うとき、結構スーパージャンプをすることが多いので、時間短縮を持っていると戦いやすいかと思います。次は短射程をね使った立ち回りやっていこうかな。武器はモミジシューターを持って、どうしようかな、まあ、適当に何かつけよう。でスーパージャンプ時間短縮が欲しいので、この辺りを持っておこうかな。はい、こんな感じでいきましょい。はい、続いての縄張りバトルはアロワナモールでやっていきたいと思います。モミジシューターは基本的には、まあ、短射程に部類に入るシューターなんですけれども、基本的には塗りをね、まず自陣塗りをするお役目があります。まあ、ガンガン前に出てもいいんですけれども、できるだけね、縄張りバトルの時は自陣をしっかり塗って、まず冷静にスペシャルを貯めていきたいと思います。でスペシャルが貯まったら、そのタイミングで雨降らしを打ちます。雨降らしのタイミングと合わせて戦いたいんですけれども、ちょっと今押されちゃってますね。はい、ナイス。でこうやってね、敵を倒したら今度は前に出ていきましょう。わあ、こっち行こうかね。ああね、ああ、おお、こうやってねスーパージャンプで逃げることもできます。モビジシューターの場合は、ああいう感じでね、結構囲まれてしまうことも多くなってくるので、その時にね、逃げる手段として、スーパージャンプを持っておくといいと思います。で、スーパージャンプ時間短縮があれば、かなりの確率で逃げれるので、そういったね、立ち回りを使っていくためのスーパージャンプですね。ここにいる。こうやってね、簡単に逃げれます。あんまり逃げすぎると、味方が、分が悪くなってやられてしまったりするんですけれども、まあ、そこはね、まあ、死なない立ち回りを優先しようかな、今回は。でこうやって、スペシャルが溜まったので、ああ、よいしょ。あそこにいるんだな。結構雨降らしはね強いんで、雨降らしうまく使って戦っていきたいかなと思います。よし、はいはい。チャージャーはね結構、ああ、やられた。高台の下とかに逃げ込むと撃ちにくくなるんで、いやー、どうだろう。あー、ダメだ。よし、はい、 39.0% でこちらのチーム負けてしまいました。2連敗ですね。まあちょっと縄張りバトル負けてしまったんですけれども、立ち回りとしてはジェットスイーパー、ムイシューター両方ともね、スーパージャンプをうまく使うと結構楽しい立ち回りができるんじゃないかなと思います。今日のところはこんな感じにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。